に行く。ここで長い笛、タイムアップのホイッスル。10月30日 J1 昇格の運命を分けたプレーオフ。大きな夢の前に立ちふさがった山形は、今シーズンファジアーノ岡山にとって因縁の相手でした。勢いそのままに、この一戦でもアウェーゲーム0対3。今日勝って、もう上の2つのチームだけ見て戦っていこう。そのために今日絶対勝つことが必要だ。切り替えた巻き合わせがのゴール集中してこう。全員で団結して80分プラスアルファ何分かわからないけど、いつもより10分短い中で自分たちにしっかり火つけてエネルギー出して、この試合勝ち抜こう。絶対勝つぞ。この日ファジアーノは失ったものを取り戻すため、負けられない80分を迎えようとしていました。